はい、違うです。日常で結構ね、消毒薬を頻回に使う人っていうのはですね、ちょっと考え直した方がいいよというか、どんな成分のですね、消毒薬を使っているかってことをよく見直した方がいいよっていう話ちょっとしたいんですね。パーソナル系用品とかですね、家庭用品で僕たちはこう、たくさんのですね、まあ一般的に化学物質を手に触れるとかね、まあ吸い込むだとか、さらされる機会が多いわけなんですけれども、最近ですね、この研究でトピックになってるのは、神経細胞にですね、ダメージを与える、やっぱり化学薬品があるよって話なんです ですねアメリカのケースウェスタン・リザーブ大学というところね、まあ、研究なんですけれども、様々な化学物質がですね、発達中のマウスの脳にですね、及ぼす影響っていうのを見た研究があります。神経細胞にはですね、長い軸索っていうのがあって、そこの中を次の神経細胞にこう、情報伝わっていくんですね。その時にその軸索っていうところは、電気のね、伝わる効率を良くするために、こう、絶縁体がついてるんですけども、まぁ、あ、ちょっと特殊な絶縁体がついていて、それはミエリンっていうものなんですね。そのミエリンっていうものを作るのが、まあ オリゴデンドロサイトっていうですね特殊な脳の細胞なんですけれども、その特殊な脳の細胞にですね、特にこう注目して行った研究なんですね。まあ、要は、このミエリンっていうものがあるかないかによって、神経のですね、情報の伝わりやすさが全然違うんですね。ですので、そこを注目してみた研究なんですけれども、マウスのですね、まあ、多能性幹細胞っていって、まあ、あらゆる細胞に、ね、なることができるまあ細胞から、オリゴデンドロサイトっていうのになる細胞っていうのを作成するわけです、最初にですね。その細胞に対して、 1 80% 0種類以上の化学物質ににさらししてててててそののののオリゴデンドロサイトっっいいいいうううものがどのように成長くくかっていうのを見というのは、そのオリゴデンドロサイトにですね、まあ、何らかの影響を与えるとかね、まあ、発達していく、成長していくのに影響を与えなかったんですけれども、二つのグループの化学薬品はですね、オリゴデンドロサイトに非常に悪影響を及ぼしたんですね。それは、有機輪系の難燃剤と言われるものと、あともう一つはですね、第4級アンモニウム化合物というものですね。通称 qacs っていうものですけれどもその2つの、えー、化合物がオリゴデンドロサイトにまあ、損傷を与えたりだたですねそれからまあ、死滅させたりするというまあ影響が出たということだったわけです神経細胞そのものにはその2つはですね特別ダメージを与えないんだけれどもオリゴデンドロサイトにはまあダメージを与えるっていうことがもう起きるわけですオリゴデンドロサイトっていうのはですねまあ僕たちの体にとっても非常に重要なものだわけです当たり前なんですけれどもお腹の中にいる胎児の状態の時からですねまあ、脳の神経細胞というの発達していくわけですけれどもオリ オリゴデンドロサイトはですね、お腹の中にいる時からですね、どんどん増えてきて、生後2歳の間にどん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 こう増えてですね、まあ、ある程度こう作られていくわけです。成熟したですね、まあ、オリゴデンドロサイトっていうのは先ほど言ったように、エリンっていうのを作ってですね、脳神経細胞の情報の伝達をですね、いかにこう素早く、えー、伝えることができるかってことに重要な役割を果たすわけなので、当然ですね、神経細胞の働きとか、神経のですね、情報を伝えるっていうことは、すべてのね、体の情報に対して、えー、分析したりだとかですね、新たな指令を与えたりすることに非常に重要にな るるわけけけなななのででででそれれがすすすねね損傷受けるか受けないか非常に重要なんですけれども有機輪経難燃剤です、ね、これは、例えば、えー、電子機器とかですね、難燃剤ってのは燃えないためなんですよね。よく科学とかですね、ソファーとかにこう伝われてるものですけれども、そのオリゴデンドロサイトの、まあ、生成を阻害したと。それから、パーソナル系用品とかですね、特にこう消毒剤に含まれている第4級アンモニウム化合物ですね。これは、オリゴデンドロサイトをですね、まあ、死滅させる作用があったということですね。なので、第4級アンモニウムって、ちょっとわかりにくいんですけども、まあ、アンモニアの分子はですね、 こう炭素でこう置き換えていったものなわけなんですけれども特にですね消毒剤の成分でものすごく入ってるんですね今ね除菌を謳ってるような中性洗剤であったりだとかそれからまあ抗菌をですねうた、まあ、っているようなあらゆるものに結構使われていると除菌用のテーブルを拭くようなものとかねちょっと見てもらうとですねアルコール以外のところでこういったものを使ってることがあるんですねまあ塩化ベンザルコニウムとか塩化ベンゼトニウムみたいなやつ名前ですかねちょっと僕も今です、ね、メモ見ながら読んだんだ実際僕は ねそれを把握してるわけじゃないんですけれども、そういったものがそれに当たると、そしてまよくよく見るとですね、ちょっと除菌を謳っているものに結構入ってるんですね。注意して見てもらうとですね、だから優れた除菌力とかね、まあ、そういったこと書いてあるやつはちょっと要注意だよ。特にこう除菌のウェイトティッシュの中にもね含まれているんですけれども、これがですねオリゴデンドロサイトっていうのにダメージを与えるとどういうことかというと、まあ簡単に言うとですね、脳神経のダメージをですね後からでもですね十分ダメージを与えるものだよってことなんですね。第4期アーモニウム化合物というのは血液脳関門っていうですね、まあ 血液の中でで結構ねね境目があってです、ね、なかなか物質が壊えないようにできてるんですけど、そこの境目をね、ちゃんと通過して脳組織にこう溜まるってことが分かってるんですね。なので、オリゴデンドロサイトにダメージを与えうる。まあ、当然ですね、えー、何らかの形で体に入ったものが血液を通じて脳の中に行ってダメージを与えるってことを、まあ、意味するということは、僕たちのですね、人でもですね、同じようなことが起きうるってことなんですね。そのオリゴデンドロサイトの数がですね、先ほど言った研究ではですね、約70%ですね、まあ現 検証させるみたいなことが研究結果としてて報告されて結構の程度のね、ダメージを与えるものなんですね。じゃあ本当に人においてですね、そういったことが、まあ、起こりうるのかっていうのを、まあ、その、えー、研究をですね、発展させて、人において、まあ、見ていったということがあります。その、オリゴデンドルサイトがですね、ダメージを受けると、多発性硬化症、まあ、通称 MS ですよね、とかですね、自閉症のような疾患に関連するんじゃないかってことが言われてるんですけれども、3歳からですね、11歳の、まあ、小児が暴露したですね、その有機リン酸塩とかね、まあ、そういった先ほどの、 オリゴデンドロサイににダメージをを与えるるものに暴露されている子たちをチェックしたんですねそうすると、その有機リン酸がですね、血液中とか尿中に高い子たちをチェックするとですね、やはりですね、知能の発達であったりだとか、それから運動機能の障害を持つ可能性っていうのが、2倍から6倍高かったっていうですね、人でのデータがやっぱり出ていたりするわけなんですね。だから、有機リン酸系のですね、まあ難燃剤とか、それが先ほど言ったですね、まあ第4級アンモニウム化合物みたいなものにさらされるって、その神経のですね、情報伝達を阻害 するようなことが起こるとやっぱりですね脳に何らかのまあ、障害が起こりうるし当然大人になったからでもですねその脳の影響が出てくるってことなんですねだからまあこれからですねそういった核、えー、物質をですね極力なるべくですね使わないようにあのするってことを注意してないと何気なくね良かると思っ でやるるる消毒ととかがでですすねね体にダメージ与えるここも起こりうるわけなんですよ、ね、その第4期アンモニウム化合物の使用量は、実はコロナの、ね、流行が始まって以来ですね、急激に使用量が増加しているっていう、まあ、事実がやっぱりあるわけです。なので、そういったものではなくてですね、消毒の良し悪しっていう問題がですね、また別の問題としてありますけれども、消毒をしたいのであればですね、まだね、クエン酸使ったりだとか、それからオキシドール使ったりだとかですね、場合によってはアルコールとかね、そういったものの方が、まあ、ダメージが少ないのは確かですので、なるべくですね、化学薬品の入った消毒剤 とかはね、まあ控えるようにした方が安全だよってことはですね、覚えておいてもらうといいかなというふうに思います。今日の話が役に立ったよという方、高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。2024年4月11日発売のですね、認知症にならないストレスマネジメントですね、脳の老化の予防法というまあそういった本が発売されますけれども、まあこの本はですね、文字の通りですね、まあ認知症予防するにはどうしたらいいんだっていうことなんですね。 まあ日本人はですね、今6人に1人、そのうち5人に1人がですね、まあ認知症になっていく時代にまあ差し掛かっていると。そうなるとですね、まあ認知症そのものに対して正しく対処していくことが重要になってくるっていうのはもう明らかなんですね。じゃあ何したらいいんだって話なんですけれども、まあ認知症をですね、進行させる要素、例えば糖尿病であったりだとかですね、高血圧であったりだとか、そういった分かりきったリスクっていうのはですね、まあ対処しようとして、まあ例えば薬を飲んだりだとかね、いろいろしてる人いると思うんですけれども、実はですね、まあストレス っていうものが、えー、脳の組織をですねどん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 破壊していくってメカニズムが存在しているってことですねまず認識してほしいんですねまあ、そうなるとですね、まあ、どのようにですねまあ、神経細胞が壊されていくのかみたいなこともね少し知っといてもらうといいのかなとでこの本のね第1章にはそのストレスが、えー、認知症をです、ね、進行させるというですねメカニズムみたいなものも書いてあったりします で、まあ、この過程でですね、まあ、ストレスっていうものが、ああ、こんなに体の中にですね、反応を起こしてるんだな、そしてそれが繰り返されることによってね、まあ、どんどんどんこう認知症の元になっていくんだなってことをですね、理解してもらうことによって、あ,あじゃあ、明日からね、ちょっとこういった形で対応していこうみたいなですね、まあ、スタートになってもらえるといいんじゃないかなというふうに思っています。え、この動画の概要欄のところにですね、a m a z o のリンクが貼ってありますので、よろしければそちらの方からですね、まあ、購入いただいて、え、a z o n にですね、まあ、感想を送っていただけると非常に嬉しいです。